この時間は新型コロナウイルスの影響によるゴミの出し方などについてご案内いたします。お話をお伺いしますのは環境政策課の杉崎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、今回はゴミの出し方などについてお話をしていただけるということなんですけれども、この新型コロナウイルスの流行による影響でどのようなことを気にしていらっしゃるんでしょうか。はい、ゴミの処理は市民の皆様の生活を維持するためにも必要不可欠なものです。そのためゴミ収集の作業員の方にも安全に収集処理をしていただき、継続的に作業を続けていけることが重要であると考えています。そのためご不便をおかけすることもあると思いますが、ご協力をお願いいたします。はい、具体的に私たちはゴミの出し方についてどのようなことに気をつけたらいいんでしょうか。はい、新型コロナウイルスの感染が疑われる人や感染者がご家族にいる場合、鼻をかんだティッシュや使用したマスクなどはすぐにビニール袋に入れ密閉した上で指定収集袋に入れ、持せるゴミとして出してください。またゴミを出した後はすぐに手を洗ってください。はい、感染の疑いがある段階でそういった対策を取ることが感染拡大の防止につながるんですね。はい、皆様のちょっとした気遣いで大きな効果があると思っています。ここからは大坪さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。他にも市民の皆様にお伝えしたいことがあるということですね。はい、衣類布類の配送についてお知らせしたいことがあります。はい、どのような内容でしょうか。はい、本市のですね、衣類布類は国内および東南アジアなどで再生利用させていただいております。新型コロナウイルスの影響で再利用先の東南アジアなどに輸出することが難しくなってきております。衣類等の流通が滞っている、そういう状況ですので、当分の間不要となった衣類布類の排出はできるだけ控え、各家庭で保管していただくようにご協力をお願いしております。はい、なおですね、紙類につきましては、通常通り紙布類の日に出していただきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、衣類布類は国内と国外で再利用されていたんですね。まあ、私もここのところ家にいることが、ね、ずっと多いので、家の片付けが済むとやっぱり衣類布類っていっぱい出るんですよ ね。はいはい、ね、でもこういう状況、再利用が滞るということでしたら私も協力して、今まで家の中にあったものですからね、ちょっとまた別に寄せておいて協力したいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、で今後ですね、新型コロナウイルスが、の状況が落ち着いてですね、衣類布類の排出が通常通り行えるようになりましたら、改めてご連絡させていただきますので、それまでの間ご協力をお願いいたします。はい、またですね、感染拡大防止のために処分を急がないゴミや集積場所に出せるゴミは可能な限り環境事業センターへのゴミの持ち込みも、自粛していただきますようお願いしております。また体調が優れないという方も、ご遠慮ください。お話をお伺いして、感染拡大の防止の観点から、ね、こういうことを控えるというのはよく理解できたんですけれども、この時期引っ越しなどもありますよね。そうですね。はい、他にもやむを得ない事情でゴミを出したい、持ち込みたいという方はどうしたらいいでしょうか。どうしても出さなければならないという、そういった場合にはですね、次の3点を必ず守ってください。はい、1点目は必ずマスクを着用してくださいということです。2点目はゴミの積み下ろしをする作業は搬入者自らが行ってください。3点目はですね、係員の指示に従っていただき、速やかな入退場を心がけていただくということになります。以上の3点になります。はい、ここまでお話をお伺いしまして、この新型コロナウイルスの影響が大きくゴミの出し方などにも影響が出ているということを痛感しました。最後に市民の皆様に改めてお伝えしたいことはありますか？はい、お願いばかりになってしまいますが、今回お話しさせていただいたことは、今後のゴミ収集を安定的に行う上で非常に大切なことと認識しております。ゴミ処理事業継続のためにご理解とご協力をお願いいたします。ぜひ市民の皆様ご協力をお願いいたします。この時間は新型コロナウイルスの影響によるゴミの出し方などについて環境政策課の方にお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。
広報だわら、この時間はオンライン母親支援センター開設のお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのはママズハグ代表の山本さんです。よろしくお願いいたします。さて、このほどママズハグの方で、はい、オンライン母親支援センターというものを開設されたということなんですね、はい、これはどういったものなんでしょうか。はい、もともとママズハグ自体がお母さんの支援をしたいということで始めた団体だったので、うん、はい、今まで何か災害があっても、うん、駆けつけたり、うん、触ったり、あとは集めることで支援をしてたんですけど、はい、その触らない支援って初めてだったので、でしかも、できることがわからなかったらまず YouTube で動画で、はい、その家の過ごし方だったり、はい、タッチケアのってやってきたんですけど、まあ、相談募集しても相談は来ないとか、そういうものがあって、じゃあ、オンライン上だったら支援センターであれば小田原は中心だけども、いろんなところのお母さんたちの支援になるかなと思って、はい、オンライン上で母親支援センターっていう名前でつけました、うん、はいはい、具体的にはどういったことをされているんでしょうか。はい、もともとはお母さんたちの相談窓口として、うん、開設をしていたんですけども、簡単に相談って言っても皆さん来ないんですね。皆さん我慢強いのとか、うん、はい、あとは自分だけじゃないっていうので、これは相談に当たらないっていう感じで来なかったので、はい、ただ雑談をするとすごい出てきたので、じゃあ雑談をする場所をたくさん作ろうと思って、はい、普通に講座形式ベビーマッサージもやりますけども、うんうん、この間はジャニーズ好きママランチ会とか、いいですね、すごい盛り上がってましたね。みんながどれに自分がときめくのかなとか、そういうのもあって、いろんなタイプの先生たちや、はい、あとお母さんたちの協力で、うん、オンラインのコンテンツを用意しています。じゃあそのコンテンツもこう随時更新されていく、はいはい、同じものももちろんありますけども、手を挙げてくださるお母さんたちとか、うん、あとは有志の方もいらっしゃるので、うん、その人たちに出てもらうっていう感じで、うん、はい、ね、母親支援のためのこのオンラインということなんですけれども、そうしたコンテンツを通すことでやはりお母さんもこう打ち解けていく、はい、オンライン上でもそうなんでしょうかね。一番多い答えだったのが、うん、講座が役に立ったっていうのももちろん言ってはくださりますが、はい、うん、大人と喋ったっていうのが一番多かったです。それはもうこういう状況じゃなくても、はい、ママたちそうですもんね。そうなんですよね、うん、はい、そうです、うんうんうん、ね、本当冒頭におっしゃってましたけど、これは悩みに値するのか、これをわざわざ誰かに相談していいものか、ね、皆さん初めてのことだったりするとほぼ悩みだらけですもんね。そうなんです、ほとんどそうでしたね、うん、はいはい、じゃあそれを、まあ、気軽にオンライン上ということでまたちょっと、ね、ハードルも下がりますよね。すごく低く、はいはい、ただやっぱり Zoom という新しいそのオンラインの、 その会議システムを使うので、はい、知らないとか、うん、使うのが怖いっていう人がいらっしゃるので、うん、ホームページ上で使い方も全部はい、説明してあるんですけど、はい、そこもね、うん、そこまで来てもらうまでも大変だったり、いろんなハードルをお母さんの中にはあるんだろうなと思うので、いろいろ意見を聞きながらなんですけど、うん、はい、ね、今おっしゃったこの Zoom というその機能もちょっと一つ ね、 ね、そうなんです、ハードルなのかなと思うんですけれども、ま、これを機会にやっぱりちょっと新しいこと、新しい世界を前向きに広げていくのもいいかもしれませんね。そうなんです。そうしたらこの状況がなくなった時に、うん、みんなで会うだったりとか、うん、あとは生まれてすぐに子供が外に出れないお母さんのケアもこれでできるなって思って、はいはい、可能性はちょっとワクワクはするんですけど、うんうん、ね、本当ですね、まあ、この状況をぜひ前向きに捉えて、はい、子育てをより一層楽しめるといいですね。はい、はい、小田原市にはこのように、ね、手厚くサポートしてくれる先輩方もいらっしゃいますので、はい、ぜひ皆さんオンラインの母親支援センターご活用ください。この時間はママズハグ代表の山本さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はじめは手拍子と掛け声です。元気よく前に進みます。後ろに左回りです。次は腕の曲げ伸ばしと背伸びです。左足右足です。大きく上に伸び上がりましょう。右足左足
肩と背中ほぐしです。肩を引き上げて下ろします。両手を合わせて背中をゆっくりと動かしましょう。もう一度繰り返します。側頭とツイストです。左に両足を揃えてツイストです。次は右に移動しましょう。ツイストです。体側とバランスです。左脇腹を伸ばします。右脇腹、左足を上げてバランスを取ります。右足、右脇腹を伸ばします。左、右足を引き上げます。捻転と体の回旋です。左にひねります。右に、左に大きく体を回しましょう。次は右にひねります。左、前曲げと後ろ反らしです。体の力を抜いて前にゆっくりと起き上がります。左手を上に、背中を伸ばします。もう一度繰り返しましょう。次は右手が上です。重心移動と足踏みです。左手、左足、前後ろ、左からナンバーステップを踏みます。次は右手、右足、右にナンバーステップです。背伸びと深呼吸です。手を横に、息を吐きます。大きく上に伸びましょう。手を横から下ろします。繰り返しましょう。